Hey, one, two, two, two. じゃあ行きましょうか。はい、もう回ってますでしょうか。回ってます。はい、OK ですよ。皆さんこんにちは、スイスペシャルです。ね、このスタジオで撮るのも、約1ヶ月ぶりね。そうですね。1ヶ月ぶりぐらい。お久しぶりです。薄い体力はいかがだったでしょうか。いう感じですけど、まあね、今回からちょっと、ギター、まあレッスンなんですけど、よりこう、なんですかね、まあ、僕に迫るじゃないですけど、ね、まあ庄司くん、まあ、ディレクターの庄司くんが今、後ろでピンクの T シャツを着ているんですけど、まあそこら辺でね、なんかこう、よりこう、例えばスケールがどうのこうのとか、そういうのをバシッと決めるんじゃなくて、ね、2人でこうやり取りしながら、なんか皆さんがこうちょっとね、行き詰まってるようなフレーズとかをちょっと解消できたり、自分だったらこういう風に弾くよとか、僕はこんなことやってますみたいなのを多分庄司くんが引き出すとかいう企画で、そうですね、もう勝手に名付けましたね。あ、そのタイトルはじゃーん、薄いイズム薄いイズム、イズムで猪木イズムみたいなもんですね。イズム、まあ、僕もですね、まあ、こう見えても専門学校とかも教えたりとかしたこともあって、いま、うん、だにもうね、なんか僕はウスイズムを継承してますとかいう子とか何人かいたりして嬉しいですね。嬉しいんですけど、そのウスイズムって一体何なのか自分にも分かんないですよね。そこでまあちょっとね、まあ、自分のオリジナルとか、例えばフレーズの癖とか、そういうのもね含めてやっていきたいかなと思うんですけど、ちょっと皆さん、今日はそんなこと言いながらちょっとコラボしていただいたんですけどこれがアイバニーズですね。アイバニーズの、なんていうやつでしたっけ、チューブスクリーマーアンプですね。チューブスクリーマーって言えばね、僕も持ってるんですけど、ね、オーバードライブの名機で、緑色をしたエフェクターの、まああれもアイバニーズなんですけど、あれがなんと内蔵されてるんですよね。そうですね、回路として。今ですね、クリーントーンなんですけど、まあ、フットスイッチがついて、まあ、今つけてるんですけど、意外とまあ、なんかちょっとチューブスクリーマーのことを語っていいですかね。最近僕のエフェクトボードセットされてないんですけど、チューブスクリーマーのいいとこってこう、いい意味でも悪い意味でも音のレンジがキュンってこう狭くなって、で例えばマーシャルとかフェンダーとかの、なんていうんですかね、100ワットとか使ってると音でかくてこうレンジは広いんだけど、ソロになると抜けないとか、そうなることでよりこうレンジをね狭くして、ミッドをボコってこうドライブさせて出してやるっていう、うん、そこら辺でこう有名だったのは確かね、スティービー・エイ・ボーンがその使い出してっていうとこだったと思うんですけど、まあそれをね、よく可愛いですね、こいつね、可愛いですね。ちょうど どれくらいですかね、なんだ、成人男性の成人膝あ、膝ですねこう見えてセレッションが入ってるんですよね。セレッションで、さっき僕もちょっと勉強したんですけど、5W と 15W の切り替えということで、まあこいつをもう使って、こいつはね、中央オンラインでも売ってるみたいなんですけど、ちょっとやってみたいんですけど、今日どうしましょうかね。そうですね、はい、まあこれせっかくチューブスクリーマーが入ってる感じなんで、なんかこうソロっぽいというか、ソロっぽい、なんかこうさっきちょっと弾いた、あ、なるほど、チョーキングみたいな、チョーキング、チョーキングね。まあいろいろほら、例えばチョーキングっつってもこう僕の場合なんか使い分けてる気がするんですけど、例えば仕事で誰かのバックバンドで弾かないといけない曲のチョーキングと、自分がこう好きで自分の曲を弾くチョーキングとセッションでやるチョーキングっていろいろあると思うんですけど、やっぱり、まあ、そこはね、
あの自分のっていうことで薄イズムということで、イズムで、まずチョーキングとかにねちょっと特化したいんですけど、まずさっきも弾いたんですけど、皆さんチョーキングってこう例えば一番オーソドックスなのは例えば、まあ、A なんですけど、3弦の7フレットとかをこうチョーキング、その時に1音チョーキングとか出ると思うんですけど、これねあの手首よくね教える時皆さんこうなっちゃってるんですよね、こうこれじゃあ上がるんですけど、大丈夫ですか二上さん、上がるんですけど、なんでここをつけるかというとですね、僕はあのチョーキングビブラートの時にこうここでバランスをとってこう、わかります？例えばねリズムがこうあって、練習の仕方としてね僕も最初やってたんですけど、こうリズムに合わせる、できればねあのこう今僕ストラップつけてないですけど、こうバシッと持ってこうやって、ビブラートのやり方は分かんないっていう方多いんですけど、結構ねこっから力が入ってるとそれは間違いだと思います。ほう、もうここの指先とこのバランスというか、わかります？こうネックをこうここでこうこう揺らす感じっていうんですかね、もう全体、そう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 、だからその僕はあの使い方バラードとかで例えばこうなんか壮大なこう後からこう追いかけてくるような、例えばとかあるし、例えばブルースとかですぐこう。ビブラートってよくね、なんかやっぱりこれもよく言うんですけど、ビブラートに付随して言うと、例えば歌うとき、庄司君カラオケ行く？カラオケあんまり行かないですね。ミュージシャン系は行かないんですよね。僕も今もしカラオケ屋連れて行かれて歌えって言われたら歌える曲ないんですけど、あのやっぱりこう歌でもビブラートって書けると思うんですけど。うん、そうなるとほら自分の喉のことだから、こうなんかやっぱりどっかでリズムやしてあーあーあーとかつけてると思うんだけど、それが何でもこうフレーズとかなんかリズムとかにしてもこうギターに置き換わるとどうしても作業になっちゃうっていう、それはね分かると、正直もねベーシストでもあるんで、こう歌うようによくね、よく楽器弾きで皆さん言うんですけど、歌うように弾けたらいいよねとか、例えばいいドラマーはほら歌うようなフィルが入るから、そのギターも歌も歌いやすいとかっていう、だからやっぱギターもそうだし楽器全般で言うと、自分の頭の中で同時にそのフレーズをやっぱどっかで歌ってると結構分かりやすいかなと、うん、やっぱり感情の部分じゃないですか、うん、チョーキン